じゃあ今回は船の中の生活について伺います。まず船の中の鍼灸院ってどんな感じのとこなんですか？鍼灸院というよりかはただの、ただのというかスパのスパの中の一サービスとして鍼灸がある、針があるっていう感じですかね。例えばマッサージやってたりとか、なんだっけ、基本的なあるサービスとしてはマッサージと、あと髪の毛、ヘアドレッサーがいて、うん、あとネイルケア、ネイリストがいて、うん、誰がいたっけ、あと、歯のホワイトニングとかっていうトリートメントもあるし、あとはフィットネスも一応スパの中の人たちがやってるって感じですかね、で、その中に鍼灸もある、フェイシャルもあります、フェイシャル、うん、で、私が見学させてもらったスペースとかだと、もう専用のスペースがあって、一応部屋は決まって、自分の部屋、トリートメントルームみたいな個室は決まっていて、ベッド2台ぐらいありましたっけ。1つの部屋は1台で、まあ忙しければ2台3台使ったりする時も、他の人の部屋を借りて使うと、使える時もあるし、どれぐらいのスペース、もうそれは船にもよるので、うん、ですけど、どれぐらいのスペース、うん、そんなに別に大きな、ただ広いスペースではなく、ベッド1台、普通のユニットバスぐらいの、ちょっと、ユニットバスだと、トリートメント、ベッドは置けますよ。ベッド置いて、ベッド真ん中に置いて、両脇が自由に回れるぐらいですかね、うん、であと棚があるとかそういう感じで、それ、なんだっけ、あの中ではお給使えないって聞いた。基本的にお給は、火は使えないので、船の中で火は一番の、危ないものなので、お給は使えません。じゃあ針だけ。最近カッピング、嗅覚、なんて言うんでしたっけ、両方大丈夫も導入されつつあるみたいですが、基本は針だけ。赤外線はある、赤外線は昔はあったけど今はない。危ないから。ストーンはマッサージする人はホットストーンのマッサージはあるので、交渉すれば使えると思います。使いたければ、うん、でも基本的にはじゃあ針だけ、基本的には針だけ、針、ちょっと細かいけど、まあ、針とかって例えばすごい体格いい人とか来ると、短い針だと届かないとか、届かないんじゃないですかね。どういうふうにしたいかにもよりますがなんかでも会社から支給されてる針しか基本的には使っちゃいけないので、 それも決まってるので、自分で持ち込んで、建前的には自分で持ち込んではいけませんっていう状態ですね。向こうで支給される針ってどんな感じの針？生輪の一番の一寸一番がある。それは一応美容針もやってるので、それ用っていうので一寸一番があるのと、あと何番っていうのかも忘れちゃったんですけど、0.18、2番の0.5寸、一寸より短い、この0.5と3番0.20、3番の一寸、3番の一寸三分、生輪、あ、そうだ、生輪じゃないです、中国、韓国製の針かな、亜球なんちゃらっていう、じゃあ2番の0.5と3番の一寸と5番の一寸と5番の一寸3分から。なんでそんな短いのと、あと、8番の二寸。極端だね。これがあるんですかね。大変だ。まあ、成果出せないといかんね。
で、自分の居住スペースっていうのはどんな感じですか？居住スペースは一応鍼灸師は個室がもらえることにはなって、シングルルームがもらえることにはなってます。でもまあちっちゃい船行けばシェアしなきゃいけない人はシェアしなきゃいけない。でもあのそれもやっぱり行く船によってそこそこ大きな部屋がもらえるとこと、もうこの部屋の半基本私の部屋はこの部屋の半分って言ってもお金ですベッドがあって棚があって4畳ぐらい、そのくらいですかね。バストイレは部屋に部屋にあります。おシャワーとトイレ、シャワーとトイレは十分だ。なんか鍼灸師さんの方が立場が上って聞いた、他のスパの人たちより。他のスパの人たちよりかは基本的には上です。あと言うの忘れたけど、あのメディスパドクターっていうのも持ってて、はい、あのボトックスしたり、ボトックスって言わないんだな今、忘れちゃった。あ、使ってるのが違うんだそうです。あ、忘れちゃいましたけど、あの筋肉を弛緩させる方と、うん、フィラーの詰めるというか、フィラーを、うん、と、あと今サーマージュとか言ってこう、なんていうんでしたっけ、いわゆるそのタイトン、美容整形じゃないけど、ナイフは使わないんですけど、うん、その注射とあとマシン使ってっていうのもあって、で鍼灸師とメディスパドクターは基本的には同じぐらいの、同じぐらい、うん、食事はどうなりますか？食事は基本的にクルー、あー、それも船によりますね。お客さんのところで食べれる権限がある船と、もうスタッフクルー用のご飯のとこで、あのメスって言うんです、クルーメスってよく言うんですけど、うん、クルーメスで食べる、食堂で食べる。あの船ってあの階級が決まってるんだよね。はい、それちょっと説明してあげてもらっていいですか？階級が決まって、ランクが決まっていて、うん、そのランクによってその何ができる何ができないが決まっているので、例えば、一番上が船長さんで、航海士さんみたいな感じですよね、多分。そうですね、ランクとしてはそうじゃないですかねで、そのスパのスタッフの中でもそのドクターと鍼灸師がちょっと上で、そうですね、で、その下に例えばマッサージする人とか、それも船によってちょっと違うんですけどね、いろいろ今までのところはそうのマッサージの人よりかは、うん、ちょっと良かった、うん、で、じゃあまあ食べる分にはお金はいらないってことですね。お客さんのスペースに行かない限りは、うんうん、あの有料じゃないところであればってことですね、はい、で、お休みは航海の間はお休みはない？1週間に52時間働くっていうルールが鍼灸師とその私が契約している会社との中であって、1週間のうち52時間働いて、それ以外の時は自分でこうやりくりして休みを決めて、1日休みが取れる時もあるし、半日休みでずっと1週間ずっと働いてる人もいるし。じゃあそれは別に自分でマネージメントできる？基本的にはできるはずです。マネージャーにもよりますか？ああ、そのスパの。スパのマネージャー。途中でもしクルーズの途中で病気になったり、怪我をしたりっていうとどうなりますか？ちょっとしたことなら、一応船のドクターのところに行って薬もらったりとか、で、まあ一日で風邪ひいてどうのこうのぐらいで働けないっていうと、あの、お仕事、できませんっていうの であのお休み病欠はできるけど、うん、5日以上働けないような事態になっていると船降りてくださいっていう状態になります、うん、インフルエンザとかインフルエンザにはなっちゃいけませんってことですよね。そうですね、もうだから5日以上働けないなら船降りてくださいっていう状態。どんどんそれは別にスパにかあのスパのルールではなく船のルールで、
何をマッサージセラピストが腕痛肩壊してっていうだったらもういらないですっていう状態ですね。休んで治してから帰ってきてくださいっていう。実際じゃあそのクルーズの契約がそこで打ち切りってこと？そうです。じゃあもうその先例えば6ヶ月残ってても残れません。コントラクトはコントラクトがだから自体がもうそれ来て乗って1ヶ月後になんかまあ例えば酔っ払って足折って、うん、骨折っちゃったって言ったらもうじゃあさようならっていう感じ、うん、じゃあ次回契約させてもらえるかどうかっていうとこから始まる。そうですね、うん、一回そういうトラブルがあると雇用してもらいにくそうだね。いやいやその理由にもよる、うん、酔っ払ってどうのこうのって言ったらまたちょっとあれだし、クルーは酔っ払っちゃいけないんだよね確かね。酔っ払ってもいいんですけど同行して酔っ払うとあのランダムにアルコールテストとかあるのであのそれでそれそのアルコールテストした時がオンデューティーかオフデューティーかにもよってパーセンテージが決まっててそれを超えてたら即刻クビですね。オフデューティーだったら別に。オフデューティーって何ですか？あのお仕事中でなければ多少飲んでても大丈夫。もちろんお酒は飲んでていいんですけど、あのお休みヘベレケになっちゃいかん、うん、クルーのくせにお客様に失礼があるような状態ではいかんって感じですか？そのアルコールパーセントチェックされてそれ以上だったらなのダメっていう。では典型的な一日、船の一日を教えてもらえますか？何時に起きてこうやってみたいな。普通の航海日は朝7時45分から7時40分とか7時45分とかからミーティングがあって朝8時から仕事をお客さんを迎えるっていうか8時スパは8時に開くっていう状態で、お昼が1時違う1時間取れて夜7時8時まで働ける状態ですかね。うん、忙しかろうが忙しくなかろうがスパにいるっていう状態ですかね。うん、その間はもうスパにいるっていう感じ基本的には、うん、で今回の初日にはお客さん向けのセミナーをやるんですよね。初日に限らないですけど あの それはクルーズの何日間クルーズに基本的にセミナーをやるというか売り込み、うん、プロモーションを自分でしなきゃいけないので基本的にお客さんはまあ、針を受けにわざわざクルーズする人は少ないので針には来てもらわなきゃいけないので自分を売り込まなきゃくてはいけなくて、うん、そのために 何回かクルーズ中に何回かに分けてセミナーをすることが許されている。でそのそれに合わせてスケジュールを組んで、うん、セミナーをするっていう感じですかね。じゃあこう、まあ、自由参加の感じですか？そうです。お客さんがまあいろんな説明を聞きたいっていう人向けに針はこんなに素晴らしいみたいな話をする。そうです。もちろん英語で。もちろん英語でスペイン語でもいいんですよ。英語ができる人だったらできる人だったらね。でじゃあ予約を取って予約が入った人に針をする。針をする、はい、キャンセル料とかそういうの基本歌ってますよ。あの 50% 24時間ノーティス24時間なんて言うんです24時間ノーティスでいいんですかで、うん、50% って言いますけど基本的にはあんまりチャージしてませんけどあまりにもこう毎回の悪気のある人にはチャージしますって言ってチャージしてます。でも、まあ、船酔いで来れませんとかいう人には分かりましたっていう、うん、リスケジュールしてくれればチャージしないよって脅してみたりとかそう、はい。